思い出したくないなら私が教えてあげるよ。え？いいです？なに？いいですが死んだ。知らない。わからない。これが私がついた嘘？どうして？どうして私が殺さないようにってあの時と違う選択をしているはずなのに。なのにどうしてあなたはそうやって自分から。どうしてそんなひどい嘘をつくの？そうだとも。おめでとう。君は真実を見つけることができたね。神は許してくれる。だからこそこんな白い嘘なんて君は認められないだろう。君だけが生き残るなんて。私だけ生き残る？いいですわ。そのことはバイバイ。だってもう君は知っているはずだ。この子が死んだ少女だということを。え？さて、君は最初から一体誰と話をしていて、一体誰を探していたのかな？いやよ。こんなの、戻して。嘘つきっていうのは、証拠りもなく繰り返す生き物だからね。いいだろう。もう一度繰り返そうか。私は一向に構わないさ。はあ？さあ、今一度私にその人形を渡してごらん。あの残酷な夢を私に委ねて、君は白い嘘に甘んじればいいんだ。渡さないにしてみようか、じゃあ。これは私の、お父さんとお母さんがくれた私の家族よ。だから渡せないのかい？そうよ、これは渡せない。だってこの人形は、いいですが持ってなきゃいけないの。いいですが持ってないと。あれ？その人形は誰が作って誰が持っていて、そして誰のお姉ちゃんだったんだろうね。この人形は、そう、君は誰を探していたんだっただろうか。それは君にとってどんな嘘だったんだろうか。嘘を否定することはナンセンスだ。君に勇気があるのならば全てを受け入れればいい。なに。そうだな、ロリーナ。まだ、ピリオドには早すぎるね。さあ、アリス、勇気を持って目を覚ますといい。ん？なんて読むの？なら、嘘つき少女、良い旅を。さようならかな？嘘つき少女、良い旅を。でも確かに、お姉ちゃんが人形を持って歩いてたって、最初のメモに書いてあったよね。よくわかんない。いいです。いいです、おかしいよ。こっち？わあ。嘘じゃないもの、お姉ちゃん。怖い怖い。ねえ、お姉ちゃん？なあに？いいです。ねえ、お姉ちゃんはいつまで私の手を握ってくれるの？もちろんお家に帰るまでよ。でもそうしたらお家に帰れないよ。そんなわけないわ。またそんな嘘をつかないで。私たちはお姉ちゃんを見つけて帰るの。お姉ちゃん。お姉ちゃんって誰？え？それにお姉ちゃんはずっと誰とお話ししているの？おい、こ。いいです。聞いて嘘、聞いてつかないで。怖い。違う、いいですはこんなじゃない。早く出なきゃ、いいですがおかしくなる。いいですが壊れちゃう。早く、助けてお姉ちゃん。あなたは悪い子ね、アリス。え？ダメじゃないの、自分の気持ちに嘘をついたら。そうでしょ？じゃないと死んでしまうものね。この子も私も。あなたの心もね。あー、持ってる子がロリーナ、お姉ちゃんなの？そうだ。ね、お姉ちゃん。どういうことだ？何エンドだこれ。
全然わからないな。いやでもお姉ちゃんも妹も死んでる臭いよね。ちょっとこいこいこい、嘘は嫌い。だから全部本当になればいいの。そのためには幾度と書き続けなければならない。この心の痛みを和らげるため繰り返し「あやめるのだ」の方かな。さあもう一度。ノーマルエンド、終わらない夢。わー、逆になってる。確かね、ノーマルエンドとハッピーエンドとトゥルーエンドがあるはず。残り2つをじゃあ回収していこうと思います。もう一度にすればいいのかな。わわわわわ、怖っ。繰り返すのならどうかこの便りが届くまで。は？お姉ちゃんとずっといたい。でも伝えなきゃ。私が痛くても何回も痛くても私が教えてあげなきゃ。いいです、いいです。無事？怪我してない？お姉ちゃん探したんだよ。あれどうしたの、その羽。それにそんなに大きく。ずっとずっと昔にお土産でもらった翼だよ。どこにでも行けそうでしょ、お空の上にも。そうね。それにお姉ちゃんも大きいよ。え、全然気づかなかったわ。いやでもなんで、もしかしてあのクッキーに何かおかしなものが。お姉ちゃん大丈夫？あれ、そういえばお姉ちゃんは？お姉ちゃん、お姉ちゃんはいない、いないんだよ。これイーディス視点のお話なのかな。先に行けば会えるかしら。お姉ちゃんを探さないと。イーディス行こう。あんまり聞こえてないみたい。あーで動かせれると。ここら辺は変わってないかな。うん、変わんないね。本当にここはサーカスの中なのかしら。こんなに暗くて不気味だなんて。ここは一緒だね。線路がある。はいはい。あれ、さっきもこんなこと言ったような。私も真っ赤、あの時みたいに。イーディスは赤くない。わっ、うわっ。え、イーディスわざと落ちたのかこれ。赤い赤い赤い。水流に身を任せ流されている。うん、話してはいけない。どうして話したらいけないの。あれ、川に落ちなかった？ねえお姉ちゃん、もうね、手を離していいんだよ。そうじゃないと帰れないよ。え、でも離したらいいですが。あー、ここ一緒だね。なんか喋ってんな。何と話しているんだろう。でもまた違う方を選ぶんだろうな。いつになったら私の言葉届くんだろう。私たちのお姉ちゃんを探しているのよ。お姉ちゃんと一緒にここに来たんだもの。で、嘘だ嘘だってなるんだよね。
うん。死体だ。死体？大正解だ。弔いの歌を歌おう。そして乾かすために走るんだ。早く助けなければ、乾けば血の流れは止まるだろう。さあ走るがいい。君の血が、泣き疲れた心が乾くまで。これまた選択できるのかな？走らないと妹が死んでしまうよ。あの時みたいにね。走る？走らないにしてみる？どうして走らなければならないの？そう、お姉ちゃんは走らなくていいんだよ。だってあの時お姉ちゃんは走らなかったんだから。いいです。どういうこと？ああ、なんてことだ。走らなければ血が乾かないというのに、このままでは死んでしまうよ。だって走ったら危ないじゃない。走ったら？引かれてしまうかもしれないな。ああ、死んじゃった。え？いいです。それが現実。それが真実。それでも君は、未だ偽りのミルフィーユを食べている。こんな嘘は狐も食いたくないだろうよ。なに？耳を塞ぎ、目を塞ぎ。読めない。バグってる。ああ、なんて愉快な悲劇であろうか。さあ、もう一度愚かな夢を見ておいで。君にこんな結末は似合わないだろう。終わることはないんだね。お姉ちゃん？え？あれ？いいです？お姉ちゃん大丈夫？うん。いいですが何かに惹かれてしまった？そんなひどい夢など忘れよう。なるほど。でもう一回選択し直す感じかな？はい。で、これを選択肢、走る。に。ああ、君は優しいね。だからこそ愚かだ。だが、それこそが君だ。なんたって、現実を覆そうともがく君は、とてもとても美しい。さあ、走ろう。走らないとね、その血が乾いてくれないだろう。私が走らないと、惹かれちゃうものね。お姉ちゃん。どうしたの？イーディス。どうして私のこと思い出してくれないの？え？あれ？ここは？あれ？私は何を探してたんだっけ？なあ、ヘンリー。いつまであの子に本当のことを伝えてやらんのや？実際、目の前で見とったんやからわかるはずやろ？さっきと変わってるな。誰かとお父さんが喋っているようだ。伝えて何になるってんだ。何かに夢中になれば傷つかずに日々を過ごせている。知らないことが多い方が幸せってこともあるもんだ。お父さんあんな喋り方だったかしら。けど妹に渡した人形を実の姉だと思い込んでるんやろ。もうすでに理解しとって心を閉ざしとるんとちゃうか。あのくらいの年の子なら伝えてやったら普通にわかることやと思うぞ。ふん、普通ね。何かおかしなこと言ったか？てめえの常識の物差しで勝手に測ってんじゃねえ。普通という言葉にとらわれて心を壊ちまうくらいなら狂ってくれた方がいい。何言っとんのや。それじゃあお前は娘にいつまでも嘘を信じさせるってのか？潔く受け入れるっていうお前の心情はどないしたん？潔さが彼女を救う幻想なら受け入れてやる。嘘もまやかしでさえもな。ヘンリー。ロリーナは彼女の姉で、イーディスは生きている。これが今の彼女の現実だ。うん。嘘。お姉ちゃんが、イーディスが、誰が？